デカラボ開幕スペシャル。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今回ゲストはですね、田村直江さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。田村です。はい、よろしくお願いします。さあベガルタ仙台ですけれども、はい、いよいよ今シーズン始まります。はい、リーグ戦で、ね、手倉森誠監督帰ってきました。帰ってきてくれました。そして田村さんが宮崎キャンプに行ってきてくれました。はい、行ってきました。遊びに行ったわけで、ね、しっかりこの目で行ってきましたから。ね、正直、うん、どうなんですか今年のチームは。まず雰囲気がいい。あ、雰囲気いい。雰囲気がいい。ええ。まあ、サッカーはまず置いといても、はい。チームとして、すごく、まあ、緩めるところと締めるところ、はっきりしてるし、そう。まあ、コーチングスタッフ、または、選手からのその、盛り上げの声、一つ一つ聞いてても、まあ、全然違うなと、すごく感じましたね、そこは。はあ。そのあたりは、さすが、テグラボリマジック。テグラボリマジックがもう、もうパッパッとこう、振りかけられてますから、はい、早速、素晴らしい。私ちょっとコロナ禍で行けなかったんですけど、はい、いろんなメディアをね、見ると、聞くと、うん、ダジャレが絶好調な感じがしますけどね。調子いい。ね、今年も。結構やっぱ長崎でちょっと我慢してたのかな、わかんないけど。こっち帰ってきて結構ね、やっぱ地元に戻ってきて、はい、うん、すごく口もいいし、うん、なんていうんですかね。まあ一回りこう、なんていうんですか、落ち着きをより蓄えてきたなっていう感じがしますよね。代表と経験して、長崎経験して、そんな感じがしました。まあ、田村さんも、ベガルタ仙台時代に、手倉森監督のもとをプレーされてましたけれども、はい、その頃と何かこう変わったところってありますか？と、やってる練習の内容とかは結構変わらない部分もあったんですけど、はい、そのコーチングの質が少し変わってたなという気がしましたね。まあこれサッカーの内容的なことで言うと、はい、まあ、今まではこう、まあ守ってカウンターであったりとかっていうことがやっぱり試合中多かった。で、カウンターでコーナーキック取って、うん、で、手の得点っていうことも多かったんです。今回に関しては、少しドリブルで相手の選手を例えば剥がすとか、うん、でスイッチを入れるとか、例えば奥のくさびであったり、ああ、そこからの流動性っていうポイントとか、結構こうポイントポイントで言葉の質が変わったのかなっていう気がしたんですよね。ああ、はい、8シーズン前はですね、やはり堅守速攻、はい、ね、守って早く攻めて、サイドからクロスを入れて、うん、中央でドンというね、思い出す思い出す、イメージが強いんですけど、やはりちょっと、まあ、リオのオリンピックの監督も経験して、うん、日本代表のコーチも経験して、うん、J2 長崎行って戻ってきた、うん、やはりこう深みみたいな、そうプラスアルファみたいなもん、やはり出てきた感じはあるんですよ。なんか日本代表で帯同した時のことがすごく大きかったと。はい、まあ、本田圭佑選手とか、香川真司選手とか、まあ、あのあたりの選手のそのボール持てる、うん、また周りを使えるっていうところをすごくこう、影響を受けたのと思うんですね、うん。で、長崎の時もやっぱり玉田選手とか、そういう前線でいながらも、ボールを握れて時間を作れる選手っていうのを多分すごく重宝されてたと思うんですね。うん、で今回のその、仙台の移籍の加入の選手見ても、そういった選手もちょっと多いと。ところを考えても、まあ前で前線で、ボールをこう、ポゼッションもできる、うん。そういうサッカーもできると。ただ、まあ本人の話聞いた中では、もちろん J1 のレベルなんで、守らなきゃいけない時間もあると。うん、だから実はこの2つ用意してたんですね、ポイントとしては。はぁ、以前のような、奪ってからのカウンターと、奪ってカウンター行きながら無理であれば、ボールポゼッションをしていく。で、高い位置に押し込んで、ディフェンスラインがどっかで一人外して、崩し始めるみたいな、こう、新しいこともやってたんで、手裏森誠のサッカー、ちょっとこう、興味あるぞと、新しいぞっていうのが、もしかしたら分かってもらえるんじゃないかなと。あの、言えるかどうか分からないんですけど、はい、もう手裏森誠さんが仙台時代といえば、もう442、はい、もうこれがベースもベースって感じがするんですけど、うん、どうなんですか今年は。今年は、まあ多分ベースは同じです。あ、一緒、はい、もちろん3バック長崎でやってましたし、うん、そ、頭はあると思いますが、守備の硬さに関してはやっぱり4バックで硬いと。その中で理想はですよ、理想は攻撃に行ってそのまま高い位置でプレスをはめていくと、うん、抜かれたらしっかりブロックを作る、結構はっきりしてきたなと思います。なんで、
守りは4ですけど、ただ攻撃に関してはちょっと形変えるのかなって気がしたんで、意外にその流動性であったり、その可変システムっていうんですか、それをちょっとこう誠さん中で加わってきたので、なんか攻撃のそのオプションが増えたなっていう感じしましたね。あ、そうですか。だから4バックでありながら、時にあれ見てみると3バック気味じゃないの、どこが落ちてんのっていうのを見てもらうと、あ、ちょっと以前とは違うなと感じてもらえると思いますね。あの、今、J リーグではですよ。はい。あの、ゴールキーパーからしっかり繋いでいくっていうサッカーが多いじゃないですか。はい、そうなると、テグラモニ監督はどうなんですか？ハイプレス。うん、基本。それとも、ミドルプレス。このあたり。ブロック。そのゴールキックの話で言うと、はい、実は、繋ぐこともやってました。トライしました。はい。そうですか。これ僕も意外にびっくりして。はあ。キーパーが持った時にゴールキックで、センターバックがここにいて、うん、で、やはり、ツーボラの時期なんですけど、縦関係になりながら、はあ、要は、4対2を作っていく感じですね。はあ、取り方はあるじゃないですか。キーパーとセンターバックとアンカーで、相手の4、2トップ気味の選手をいかにこう、回しながら、うん、で、誰かが落ちてきた段階で、プレスを感じれば落とすし、そのままいけるのだったら行くみたいなこともやってましたので、あ、これただ使うかどうかっていうのは相手次第だと思います。あ、だし状況次第、点差次第とかいろいろあると思うんですけど、そういうこともあのやってくるんだなっていうのをあの確認できたので、へ、それを使う使わないっていうのは多分また違うんですけど、これはやってましたっていうのは皆さんにお伝えしたいです。は、まあ、これも言えるかどうか分かりませんけど鹿島ご出身ですから、はい、昨シーズンの鹿島は、うん、当初ですよ、ボランチ降りてくる、うん、サイドバックが相当高い位置にいましたよ、うんうんうん、やっぱりそういう形も、今年の仙台はあるのかな、どうなんですかね、あると思いますだから思いますですから、はいはい、あの正直それは絶対にあると思います。あ、はい、だし、ただじゃあどこに落ちるのとか、うん、誰が落ちるのっていうのはちょっとここでは控えますけど、はあ、そういう可能性としてはありますし、うん、幅と高さを誰が取るのかっていうのはかなりキーにはなると思うので、うん、今回のキャンプではそういったところもやってましたし、はあ、ボランチの組み合わせもいろんなことを試しながら、うん、例えばこの試合ではこの選手っていうのもあり得るのかなと思ったんで、はあ、誠さんって結構こう同じような選手をずっと使うという、まあ、特徴がありながら、サブで、例えば武藤勇樹使ってみたりとか、そういう感じだったんですけど、今回はそのボランチの層であったりとか、まあ、サイドバック、マセハチスカ、まあ、秋山、まあ、いろんなタイプの選手がいながら、ちょっとこう、組み合わせなんかも変えていったりするのかなっていう気はしました。あと長倉ですね。はい。あの、新戦力見ると、あの、まあ、ポリバレントといいますか、いろんなところができる選手が多いなという感じで、はい、特にサイド。うん、まあ、右サイドには八塚選手いますけれども、うん、まあ、左サイドどうなるかというところで、うん、結構こう、組み立てできそうな人を置くんじゃないかみたいな、うん、あのメンバーを見るんですよ。そうですね。ただ、その、誠さんと話してて思ったのは、はい、もちろん繋いでいきたいというものがありながら、うん、高さっていうのもやっぱりキーになってるのかなって気がしました。はあ、それは現実的に試合を重ねていって勝っていくということを考えると、うん、高さそこにポイントポイントで必要なのかなって気したんで、はあ、例えばその全体のバランスを見た身長っていうのも結構大事になると思うんですよ、はあ、もちろん秋山選手の良さとかっていうのもあるんだけど、じゃあ時には長倉選手の高さを使うっていう試合も絶対あると思うんで、はい、全体のバランスとして例えば、ね、皆川選手とか、うん、まあ、いればここは高さはなくてもいいかなとかっていうのも実はあると思うので、どっち取るのかなっていうのは結構まだわからないかな。はあ、そうなんですか。はい、こういろんなことを今考えながら、じゃあテグラモニ監督もそうですね、あのいろいろ考えてるね。例えばキャプテンのこととかも結構聞いたりしたんですけど、まあ、なかなか迷ってはいましたし、今年のチームのじゃあ誰をそういうことにすることによってのメリットデメリットであったりとか、結構こうコーチングスタッフで毎日話し合いもしてましたし、なかなかこう今頃もしかしたら決まってんのかなって気がしますけどね。ただ田村さん、今シーズン、うん、まあ、昨シーズンちょっとイレギュラーな形になりましたんで、
対戦するチーム数も増えましたし、はい、その逆、今度は落ちるのも多くなっちゃった、うん、4チームというね、うんはい、まあそれはそれで本当に今シーズンは今シーズンで過酷かなという感じはするんですけど、うん、大丈夫ですか？多分ですけど、1年を通したマネージメント能力も誠さんの中にあると思うんですよ、例えば本当開幕の 3試合ぐらいをめちゃくちゃ大事にやっぱり戦っていくと思うんですよ、うん、そこはもう内容よりも結果っていうところももちろんあると思うんで、はい、見てる人にとっては誠さんの方手堅いなっていう印象も与えるかもしれないけども、やりたいサッカーと現実的に勝てるサッカーって多分違うと思うんですよ、あだそこをどこを取るのかっていうものと、例えば4チーム降格があって試合数も多いで飲水タイムもある5人交代できるみたいなことを全部ひっくるめて序盤に例えば経験詰ませたい選手をポンって入れてみたりとか、まあいろんなことをやるんじゃないかなと。まあ木山さんもね、最初昨年ですけど、はいろんな選手試しながらやってたけど怪我人が多くなってしまったとか、はい、今年は怪我人がなくいけてるとかっていうのは、うん、まあ、コツさんの要はマネジメント能力だと思いますし、戦術的な部分よりも戦略的なことを考えられる方なので、そこは心配していますね、正直。残留っていうところは僕は間違いなくいけると信じてますね。はい、うちのサッカーのディレクターによるとですね、はい、田村さんはテグラムリ監督とよくお話をされていたという、はい、目撃されていた、はい、そうですね、お話はいっぱいちょっとどうなんですか、だからそのまあ言えないと思いますけど、うん、今年やれそうだよみたいなこと言ってたのか、いやーちょっと田村大変だよ今年はみたいな、どうなんですかその辺、どんな感じだったんですか、なんかそこに関しては、ええ正直言ってなかったですけど、ええ、今の状態はすげえいいって言ってました。状態はいい、うん、あ今のその選手の状態とか、その僕がいた時のその練習じゃない結果っていうんですかね、はい、そこはまではまあ間違いなくこう積み上げられてると。あで去年の成績から考えてもまあやりやすさもあると、あ上がる、そうですか、もう上がっていくんだっていうその持っていき方を作りやすいと、はい、いうことも言ってた。あとやっぱりそれだけではサッカーって勝てないと思うんで、じゃあ中身はどうなのってとこも、中身もあったし、で、組み合わせもいろいろ、まあ西村選手ですね、すいません、西村選手帰ってきたことによって、組み合わせも増えましたから、いい意味で悩んでると思いますね、そこは。今、誠さんからメールが来ました。ピンポーンって言いましたけど、大丈夫ですかね。ああ大丈夫ですか、どうや、聞いてる。聞いてたじゃん。どうや。言うなや。いや、でも開幕戦は、まあ、10年前と同じですね。はい、そうですね。東日本大震災があった2011年と同じ開幕カード、そして2戦目も同じ、うん、広島川崎というね、試合なんですけれども。広島、硬いじゃないですか、守るときは。硬いでしょうね。ねえ。僕やってたときからやっぱ硬かったですし、ええ、未だに青山選手とかも普通にやってますから、もう押すと多いですけど、ええ、でもやっぱ抜けた選手もいるのかなって気はしますんで、広島の方、はい、うん、チャンスがあるのかなって気はしますけど。ですから、その、最初に言ってた流動性のサッカーが、うん、広島のね、5バック組で5-4-1ぐらいで守るようなサッカーするかどうかちょっとまだわかりませんけれども、崩せるかどうかってこのあたりちょっと一つポイントですかね。だからより高さであるのか速さを使うのか、そのスペースがあるのかないのかによって人を変えれると思うんですよね。僕だったらそういうことも考えますし、例えば引かれてる相手にはスピードよりも高さが必要なのか、まあライン高いんだったらやっぱ走れる選手だと思いますし、その辺の分析眼はまあ誠さん含めてコーチ陣も考えてると思います、はい、ただ出がたいとはもう確かに。いやでも楽しみですね。楽しみです、本当に。本当に楽しみ。今年はもう希望の光第2章ですから。本当ですね、これは本当にお願いしますというね感じがしますが、はい、今年ないですか仙台。
タマさん。僕は10位って言ってます。言ってます。いいとこ行きますね、なんか。いや、希望もちろん期待も。いや、でも10位だったら大したもんですよ。だって去年17位ですから。そうなんですよ。で、3年、まあ、例えば今年に関してはやっぱり J1 に入れることがもちろん大事になりますけども、はい、テクラルモーリー誠として3年を見た場合、初年度の順位によって多分次見えてくるところって変わっていくと思うんですよ。だここで順位に入れれば、翌年の目標が次に設定していけると思うので、はい、まあ、理想、もう込めながらですけども、順位。ただ、戦い方によっては、まあ、まだオッティ選手とかも来てないですし、はい、そうですね、新たに選手枠もありますから、うん、ここにどの選手を追加していくのかっていうのもすごく楽しみ。誠さんはそういうことを常に考えてるか。ああ、そうですか。シーズン通して終わった時にね、いろんな入れ替えあるんで、ね、なことが、もしかしたら起きてるかもしれない気がしますね。はい。田村さん、仙台放送ですけれども、はい、ホーム開幕戦の川崎戦、はい、解説していただくことになってますし、はい、ダゾーンでも、はい、今シーズンは。今年は、はい、解説もするということで、お任せしていただけて、ありましたので。本当は出せなかった裏の話をじゃあそこで。あ、そうしましょう。やっぱいろいろ言いこと言えないから、出ますので。なんか、はい、あれ、もっとすごい、あれ、おかしいな、今日。ちょっとすごいのが出てくるんじゃないかと思ったんですけど、やっぱりまだ開幕前ですからね。ああ、まあ、そうですね。どこまで言っていいのかってあるからね、河原さん。見てるから、視聴率もほら。そうね。あるですよね、うん。じゃあ、次回は。はい、開幕したらまたやりますから。やりましょうね。これね。はい、今度はもう本当に、ズバーッともう。そうですね。はい、ちょっと物足なかった。いや、はい、貴重なお話でした。ちょっと勝利期待しましょうね。はい。はい、今シーズンは。ありがとうございました。はい、一緒に戦いましょう。はい。お願いします。